んにちは、ドラゴンアローのビシテヨクソ。どうも皆さん、ドラゴンアローです。ということで、本日もイフトボール2024モバイル遊んでいきたいと思うんですけども、まずは、明けまして、おめでとうございます。いやもうね、去年の5月頃から YouTube を始め、まだ7ヶ月しか経っていないのにもかかわらず、たくさんの方が自分の動画を視聴してくれて、さらに、1500人もの方が自分のチャンネルを登録してくれました。いや、本当にね、ありがとうございました。これからもね、動画投稿をたくさんしていきますので、ぜひ今年もよろしくお願いいたします。ということで、早速動画の方入っていきたいと思うんですけども、今回は年末年始にちなんで、こちらの曲やっていきたいと思います。一番活躍したのは俺だ。タイトルレコーダー選手権やっていきたいと思います。はい、もうタイトルレコーダー選手権、その名の通りですね、出場試合数、そしてアシスト数、ゴール数、それらのランキングをね、1位から5位まで発表していきたいと思います。では、ランキング発表していきましょう。視聴者の皆さんもね、どんな選手が来るのかを予想しながら聞いてみてください。ぜひ、チャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いいたします。では、ランキングに、レッツゴー。では、ランキングの方発表していきたいと思います。まずは、出場試合数の方から発表していきましょう。では、早速いきたいと思います。ドラゴンアローの部室で出場試合数ランキング第5位は、ダビド・アラバ選手でございます。いや、ってなった方多いんじゃないでしょうか。もう動画には最近一切登場していない、このダビド・アラバが第5位となっております。本当にね、ずっと使ってたのよ。多分ね、イーフト2023の時からね、見てくれてた方は、あーってなったんじゃないでしょうか。今ね、動画でも使っている無料指名契約のレイニュードが加入するまでは、こちらのアラバがね、ずっと左サイドバックやっておりました。ただね、ベンチにいなくなった理由が、ちょうどね、契約更新が切れたんだよね。そう。で、今みたいにさ、なんか GP で使えたりしなくて、アラバがいなくなっちゃうよっていうタイミングで、レイニュード来たから、そのまま流れでレイニュードずっと使ってるけど、アラバもね、ずっと使ってんのよ。なのでね、今回このタイミングで契約更新しときました。なのでね、今後動画に出てくる機会多いんじゃないかと思います。ダビド・アラバ選手が第5位でございました。もう第5位からめちゃめちゃ意外だったんじゃないでしょうか。では、次に第4位発表していきたいと思います。第4位の選手は、フォーデン選手でございます。はい、もうこちらの方ではみんな、あーってなったでしょう。ただ、フォーデンが第4位なんだっていう風に逆に驚かれた方も多いんじゃないでしょうか。通算試合数923試合ということでね、もうフォーデン、フォーデン、フォーデンっていうね、もう自分が叫んでることね、めちゃめちゃ耳に残ってる方も多いと思います。そんなフォーデンが第4位でございました。では、上位3人の発表いきたいと思います。で、その前に、出場試合数ランキング第5位には惜しくも入ることができなかった選手たちをね、2、3人ですが簡単に紹介していきたいと思います。まずはこちら、モハメド・サラー選手でございます。この選手がね、第5位以上には入ってくるだろうと思ってた方多いんじゃないでしょうか。自分もね、実は思ってました。でも、そんくらいね、動画ではめちゃめちゃ活躍してくれてる選手なんですけども、見てください。契約期間。これね、復刻週間 FP ガチャあったじゃん。それでゲットした選手なんでね、そんなに時間経ってないんですよ、実は。でもね、それぐらいね、インパクトがある選手となっております。めちゃめちゃ活躍してくれるサラーが惜しくもランキング入りませんでした。では、二人目の紹介いきましょう。これも意外なんじゃない？なんと、マヌエル・ノイアー選手ございます。出場試合数859試合ということで。いや、これはみんな予想つかないでしょ。そう、まあね、まあランキング上位5には入ってないんですけども、859試合も使ってるということで。いや、ノイアーはね、使ってたんよ。で、デヘアがね、動画内ではもうずっと不動のキーパーやってますけども、ノイアーは本当にね、最初期の YouTube チャンネル解説して最初期の動画には出てたんですけども、そっからは出てなかったということで、こちらノイアー選手が859試合で登場となっておりました。では、発表、第3位やっていきましょうか。では、第3位の発表をいきたいと思います。第3位は、モドリッチ選手でございます。いや、ついに来たね、ルカ・モドリッチ。1058試合。もう、自分のチームではこの選手いない試合ほぼないんじゃない？あんまりベンチに置いたことないよね。もうここで桁も変わってくるということで、こちらのモドリッチが1058試合で第3位となりました。で、上位2人発表していきたいと思います。まあ、個人的にはね、これ少し意外でしたね。でも言われてみれば、そうかってなるね。はい。では、第2位発表いきたいと思います。第2位は、グバルディオル選手でございます。はい、こちらのグバルディオル選手がなんと通算試合数1193試合ということで、先ほどね、紹介したモドリッチ選手よりも、なんと100試合以上も使っている試合数でランクインいたしました。もうグバルディオル皆さん、前線じゃないから忘れてたでしょう。グバルディオル、ずっといるんですよ。はい、グバルディオル1193試合、もう1200試合だね。もうずっと使ってるね。もうほぼね、
もう不調でも使ってるからグバルディオラ、絶不調じゃない限りずっとセンターバックやってもらってます。では第1位発表していきましょう。まあここまで来たら分かるでしょう。はい、第1位は皆さんもお分かりの通りキリアン・ムバッペ選手でございます。もうムバッペもう圧倒的だね。もう1373試合ということで使いすぎということで、出場試合数ランキングはムバッペが第1位で終了いたしました。まあね、意外な選手も何人かいたんじゃないでしょうか。では次のランキング発表いきたいと思います。次の発表ランキングはアシスト数ランキングいきたいと思います。ではアシスト数ランキング第5位の発表早速いきたいと思います。アシスト数ランキング第5位はアラバ選手でございます。またここでアラバがランクインと、もう過去の異物とか言われてもおかしくないぐらいのね、もう選手になっておりますが、本当に活躍してくれてたんだよ。しかもこのアシストって本当に多分クロスだけだからね。クロスで73アシストはマジですごい。もうアラバ使うか、もう使いましょうということで、アラバが第5位となりました、アシストランキングね。では次第4位の発表をいきたいと思います。第4位はフィル・フォーデン選手でございます。ここでフォーデンアシスト数ランキング第4位と、もうさっきと全く一緒じゃないかと思っておりますが、皆さんグバルディオルはねそんなランキング上位入ってないので皆さんご安心ください。誰か一人ここに割って入ってきますということで、では第3位いきたいと思います。では第3位ですね、第3位はモハメド・サラー選手でございます。ここでドラゴン・アラの部室2大エースの一人サラーが登場と、いやもう本当にね、残り契約期間もう160試合ぐらいあんのに、このゴール数、このアシスト数、バケモンだね。アシスト数138でサラーが第3位となりました。では、第2位の発表来たいと思います。第2位は、モドリッチ選手でございます。はい、モドリッチ。まあ、もうアシストといったらモドリッチだよね。もう意味わかんないアウトスピンキックとかね、もう何回もやってきました。はい、こちらのモドリッチは177アシストということで、もうさすがモドリッチだね、これは。もう現実と一緒ですね。はい、モドリッチが第2位ということで、もう第1位、ちょっと待ってくれと思った方いるんじゃないでしょうか。もうね、ドラゴンアローの部室はね、もう実質、この選手です。はい、ムワッペ選手でございます。もう1373試合出てんだから、まあそりゃそうだろうと思う方も知りませんが、199アシストということで、まあでもね、結構頑張ってる方なんじゃないかな。普通にアシストもめちゃめちゃしてくれてるっていうイメージあるかね。はい、ということで、ムワッペが第1位となりました。では、一番盛り上がるだろう、ゴール数ランキング行きたいと思います。では、ゴール数ランキングですね。ここめちゃめちゃ気になるでしょう。ただね、このゴール数ランキング第5位から結構意外な選手来ますね。で、第5位。ガクポ選手でございます。いや、これは驚きでしょう。はい、もう私、ドラゴンマラーも衝撃でした。いや、こんなに決めてたかと。ガクポそんな使ってたっけと思いましたけど、見てこれ。通算試合数の割にはやっぱ決めてんのよ。だからね、ガクポこれめちゃめちゃ強いのかもしれん。はい、ということで600台でこの数字は結構いいね。ということでガクポ第5位でランキングしました。では続いて第4位の発表いきたいと思います。第4位はモドリッチ選手でございます。いや、ここでモドリッチ来るかと、まあ、でも今までね3位3位で来たから全部3位なんじゃないかと思った方いるんじゃないでしょうか。4位でございました。はい、モドリッチ、まあ、ゴールもアシストも両方してくれるからね、実績ともに正真正銘のうちのチームの大黒柱でございます。そんなモドリッチが第4位でした。では第3位の発表いきたいと思います。まあこっからはね皆さん予想できるんじゃないかな。では第3位の発表いきたいと思います。第3位はフォーデン選手でございます。はい、161点ということで、まあ、フォーデンはね決めてる、まあイメージ多いでしょう。まあ、直近で言えばね12月30日に更新したもうあの神回、もう本当に神回だったね。あれはディビジョン1と2試合連続で対戦したんですけど、そんなディビジョン1相手にフォーデンがねめちゃめちゃ活躍した試合なども記憶に新しいんじゃないでしょうか。ぜひね見てない方はコメント欄からぜひご視聴くださいということで、そんなフォーデンが第3位でございました。では第2位発表いきたいと思います。どっちかだよね、これ。ねえ。まあ、わかるでしょ、これは。はい、ということで、出場試合数からもわかる通り、第2位はサラー選手でございます。もう、化け物だよ、これ。この試合数ってか、この契約期間であんな試合出て、こんな得点決めてるの、やばいな。291点ということで、サラーの方がね、最近はやっぱ決めてるかな。追い上げがすごいね、291点はやばい。ということで、そんなサラーが第2位だったということは、第1位は、結局、この男です。キリアン・ムバッペでございます。はい、第1位337点。いや、これやっぱサラーめちゃめちゃ追い上げてるな、じゃあ。だって40点ぐらいしか変わんないってことでしょ。いや、すごいな。でもね、本当にムバッペはね、やっぱ一番活躍なんだかんだしてくれてるからね。
まあでも本当にね、どの選手も活躍してくれておりますということで、こちらの年末年始企画終わっていきたいと思います。ぜひ皆さんも確認してみてほしい。もう自分のね、意識外からね、変な選手飛んでくるから、もう真っ正面にドーンってね、もうアラバとかガクもめちゃめちゃ衝撃だったんでね、ぜひ皆さんも確認してみてください。ということで皆さん、ご視聴ありがとうございました。これからもね、イフト実況動画たくさん投稿していきますので、ぜひチャンネル登録や高評価コメントもよろしくお願いします。では皆さん、健康には気をつけてね、いい年末年始をお過ごしください。次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。